はい。お元気様です。久留米自習室の平です。本日はですね、ちょっといろいろ話したかったんだけれども、まあ、コメントが今大量に来ているので、ちょっとですね、その質問に答えたいと思います。はい。ということで、九州エリアの大学ですね。九州エリアの大学。まあ、今、ほぼほぼ100%の就職率だと思いますけれども、まあ、間もなくですね、11月にトランプ大統領が誕生するみたいな流れになってきているので、まあ、おそらく九州エリアの大学の就職率76%まで、平均76%まで落ちるでしょう、ちなみにですね。はい。ということで、まあ、原因はっていうと、関東関西エリアの企業が、まあ、九州エリアから就職するっていうような子たちを全部こう切ってしまうということですね。はい。もう就職ダメよっていうような感じでね、切るっていうようなことをやり始めるからです。ということで、特にね、その今、コメントで多かったんだけれども、トレンドが今こういうふうになってるから、トレンドで今ね、九州エリアの学生は、関東、関西の方に15、6%ぐらいかな、就職するようになってきてるから、まあ、その関東、関西に就職するような人がいないっていうのは、嘘だっていうような感じでですね、今のトレンドの話でしている人たちがいるんで、ちょっとそこら辺、釘刺しておこうかなというふうに思ってます。はい、ということでですね、まずはですね、まあ、多分その人たちが話をしたいのは西南学院大学の話なんだろうと思いますが、ちょっとまずね、この辺から話をしていきたいと思います。就職未来研究所っていうところのデータですかね。はい、これによりますと、ずっと下の方だったかな。大学生の就職確定者ですかね。九州、あ、これちょっと見にくいな。よくしょ。なんかいいのがあったけどな。九州全、あ、これも見にくい。あら、さっきのところかな。さっきのところが見やすかったか。よいしょ、よいしょ。飛ばしちゃったか。はい。ここですね。はい。九州全体で、九州の学生が、どこに就職してますかっていうと、これ2022年のデータですね。2年前かなのデータですけれども、九州エリアの学生は76%が九州エリアの企業というかね、まあ、職場に就職してますよ、ちなデータが出てます。で、14%が、まあ、九州エリアの学生で、まあ、関東、関西とかにね、就職していってますよ、ということですね。はい、14%、すごく多いじゃないですか、ということですね。で、それから、九州エリア外から九州エリアの大学に入ってきたんだけれども、まあ、九州エリアの企業に就職しますよという学生が3.3%ということでですね。だから、九州エリアの学生が、まあ、九、あ、九州、やった、九州エリアの企業が、就職しているのは、まあ、採用しているのは79.3%っていうのが正解なのかな。はい。で、あと最後のところが、九州エリア外の学生が、九州エリア外の、まあ、要するにその自分の地元にね、U ターンで、大学卒業したら、自分の地元に帰っているみたいな感じですかね。まあ、そういったのが6.6%いますよ、ちなことで、まあ、実際に九州エリアの大学卒業して14.0と6.6で、まあ、20.6%ぐらいの学生が、まあ、その関東とか関西とかね、そういったところに就職してるじゃないですかと。おかしいというようなことですね。まあそういうような指摘があってるみたいなので、ちょっとお話ししておきたいと思うんですけれども、まあちょっとこういうことですね。よいしょ。よいしょ。はい。ということで、これ毎年1回この動画でやってる話なんですけども、まあちょっと今日は話しておきましょうね。はい。ということで、毎年お話ししていることなんですけれども、まあ西南とか副大とかね、そういったところの、まあその学生たちっていうのが、まあ、トップ層は、九州エリアの大手に行ってますよみたいな話をしてましたね。で、それから一般レベルの学生たちっていうのが、まあ、九州エリアの中小企業とかに就職してますよっていうな話をしていたと思います。はい。ところがですね、ここ10年間ぐらいでトレンドとして、この西南とか副大の学生たちがですね、関東や関西エリアの企業に引き抜かれていってるんですよ。はい。ということでですね、ものすごい数の生徒が関東、関西エリアの企業に引き抜かれていってます。はい、ということですね。よろしいでしょうか。これを毎年毎年私は言ってるんですよ。これを毎年毎年私は言っていて、で、どうやらね、書き込みをしている人たちから言わせると、これだけたくさんの
西南学院大学とか福岡大学の学生が関東、関西の企業に就職しているのに、その学歴フィルターが関係ないとか、何事だというようなことを言ってるわけですよね。でもそんなの全然関係ないんですよ。全然関係なくて、この生徒たちっていうのは、基本的にね、西南福大に行ってるような生徒たちっていうのは、九州エリアに企業に就職する予定だったんだけれども、そういう関東、関西の企業が、どん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 今ね、腕突っ込んできてるんですよ。というのも人手不足なんですね。もう繰り返しこれはニュースとかで皆さんも耳にタコができるぐらい聞いてると思いますけど、これ日本全国人手不足なんですよ。だから関東関西エリアの企業という企業が今ね、九州エリアにまで乗り込んできて、西南とか福大とかね、学生を根こそぎ引っこ抜いていってるんですよ。だから、なんちゅうかな、いかにもね、数値的に見ていくと、西南福大の学生たちは、これだけたくさんね、関東、関西の就職をしてるんだから、西南福大の学生たちっていうのは、九州エリアの就職なんか全く考えてないんやとね、関東、関西の企業に就職したくて、したくてしょうがないんやって感じでね、まあ、そういうことをどうやら言いたいみたいなんですけど、全く誤解です、そういうのは。全然全くそういうことは考えていないというかね、もちろん考えてる子たちもいますよ。考えてる子たちもいますけれども、こういうふうなね、例えばね、ソフトバンクなんかがね、特に西南福大とかの学生たちをね、強引に引っこ抜いていってるんだけど、こういうふうなね、関東関西エリアの企業がね、声かけてくると、西南福大の学生たちってね、ふらふらふらっとね、わー、ソフトバンクに就職できる。で、これはすごいやーみたいな感じでね、本来ならば、九州エリアの中小企業ぐらいにしか就職できない子たちなんですよ。そういう子たちがソフトバンクとかがね、関東関西から声がかかって、どうぞ関東関西に来てくださいみたいな感じでですね、やられると、もうフラ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 ーとみんな行っちゃうわけですよ。これでものすごい数の、西南福大とかの学生が、関東関西とかのね、企業に就職しているかのように数字上は見えちゃうわけですよ。あくまでそれっていうのはトレンドです。あくまでトレンドなので、これはね、非常に危険です。これを信じてしまうとね、トレンドっていうのを信じてしまうと大変危険ですよと。だからいかにもね、西南福大の学生たちが、ね、関東関西の大企業に向けてね、就職活動をやって、結果的にそこには学歴フィルターで切られて、これで、関東関西の中小零細にたくさんね、就職してましたみたいな感じのね、そういうイメージを何かこう、持っている人たちがいるみたいなんだけども、それは違うよということです。関東、関西の企業がどうかお願いします。もう西南副大、あなた方はものすごく優秀なんです。優秀なあなた方だから来てくださいってな感じでね、当然九州エリアに乗り込んできてね、彼らがね、関東、関西の企業が九州エリアに乗り込んできて、ね、生徒を取ろうとするなら、それは優秀な学生が欲しいですよ。じゃあ優秀な学生はっていうと、国立大学の学生か、あるいは西南福大しかないじゃないですか。で、国立大学の学生たちでガードが固くて、もう大学院にしか行かないみたいなところがあってね、なかなか就職がうまくいかないんで、西南福大に腕突っ込んでくるんですよ、彼らは。だからものすごい数ね、15%、20%が、一般的な学生でね、大学生の中の一般的な大学生であっても、平均値で20%ぐらいがね、関東、関西の方に就職してるかのように見えるけど、まあまあ、6%ぐらいはね、自分の、ふるさとに帰ってるだけだから、これはもう昔からあることなんですよ。ところがね、この前も私がこの動画で話したと思います。6月に経営発表大会があったという話をしていたと思いますけど、いろんなね、大量の数の九州エリアのね、企業が集まって、で、経営計画書をずっと発表していってるんですよ。その中でやっぱりね、西南福大が取れないっていうような感じでね、もう10年前とかは西南福大いっぱい取れてたんですよ。我々中小企業はね。だけれども、九州エリアの中小企業が就職活動を始める大学4年生の時よりも、もっと前の段階から関東関西エリアの企業が腕突っ込んできてね、もう関東関西エリアの企業がもう大学3年生までに内々定とかね、内々内々定とかいうような感じで、もう西南福大の学生とかどん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 出しちゃってるもんだから、九州エリアの企業が全く採用できないっていうのね、ここ10年間ずっと経営発表をね、何十件というふうにこうね、何百件中に私はずっとこう、九州エリアの企業から話を聞いてますから、なかなかね、塾や予備校の塾長先生でね、こういう経営者団体に入りたがらないんですよ。だからどういう就職状況になっているかっていうの全然聞こうとしないっていう、ね、そういうところがこう、高校生に就職活動とかを指導しててもね、これはうまくいかないと思うんですよ。
もうどうしてもね、倒産してしまうような塾予備校っていうのが出てくると思うんですよね。はい。で、そういうところから行くと、もうね、今ね、今の九州エリアの中小零細、まあ、零細にはさすがにね、杖の副代から卒っていうのは、まあ、落ちこぼれしか来ないんですけれども、まあ、中小企業とかに、大体昔はね、こうやってスーッと行ってたんですよ。ほら、ここの一般の生徒がドカッとこっちの方にね、関東、関西の方に根こそぎ持っていかれてしまってるっていうようなことがあるっていうことですね。で、結論だけ言っておくと、九州エリアの企業はもう今、怒り狂ってます。もうね、大学とのね、これ、協定みたいなものだったんですよ。大学でね、西南副大の学生で、ね、ここら辺の一般の学生っていうのは、まあ、九州エリアの中小企業とかに、まあ、就職させてくれますよね、みたいな感じでね、あったわけなんですよ。だけれども、もう九州エリアの企業はもう切り捨てられて、ね、それでもう西南とか福大をはじめとする、ね、九州エリアの大学という大学がね、自分の大学のその地位を上げようとしてね、こっちの方のソフトバンクとかなんとかね、いろいろなところにどん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 生徒を送り込んでるという形で、じゃあ九州エリアの企業はっていうと、今もう外国人の採用に力を入れています。はい、ということなので、現状としては、さっき見せたように、九州エリアの企業ではもう76%しか採用はないですよ、ということは、日本、九州エリアの大学を卒業しても、まあ76%の就職率までガクッとこれから下がってくるよっていうことです。いいですか？今はね、掛け算の九九ができない生徒、掛け算の九九ができない高校生、掛け算の九九ができない大学生でも100%就職ができています。そういう時代だからね、人手不足の時代だから就職ができているという、たまたまそういうトレンドです。うん、で、間もなくね、11月からトランプが総理だ、大統領か、大統領とかになって、一気にね、改革が行われるみたいですから、一気に冷え込んでくると思います。もう日本の株価とかもね、もうどん底まで落ちていったりすると思います。だからね、ちょうど今のこのトレンドっていうのを見てると、リーマンショックの前の時と同じに見えるんですよ。リーマンショックの前の頃っていうのはですね、私の教え子のお兄ちゃんとかがね、高卒で就職するとかいうようなことを言ってたんですよ。で、私の教え子のお兄ちゃんは私の教え子じゃなかったんだけれども、高卒で就職か厳しいんじゃないのってな感じで言っていたら、わ、すごいと。ね、トヨタに就職決まったよと。ね、トヨタ市まで行って、トヨタ市に引き抜かれたと。トヨタ市まで行って、トヨタの契約社員になるのが決まりました、みたいな感じでね、もうあの時のね、サブプライムバブルってすごかったんですよ。めちゃくちゃ景気が良かったんですよ。リーマンショックの直前っていうのは。もうすごかった。うん。という状態と、今ちょうど一緒なんですよね。そういう人手不足みたいな状態だったから、そういうね、もう九州エリアの高校生とかにまでこう腕を突っ込んできてね、トヨタとかがね。ただもう当然のようにね、そっちの方に行くんだけど、その直後にリーマンショックが起きてガチャーンとなってしまったから、もう当然そこのトヨタの工場を首切りされて、契約社員ですからね、1年契約で首切られるわけですよ。うん、継続するかどうか分かんないんですね。これでもう、ね、せっかくウキウキしながら就職していったのに、とぼとぼとこっちの福岡県の方に帰ってきたというような感じでね、それと同じような状況が今起きています。だから、これね、ものすごいね、そのトレンドでは、関東、関西にすごいいっぱい就職してるじゃないかというふうに言うかもしれないけれども、これは別にね、関東、西南とか福大の学生たちが、次好んで関東、関西の企業に就職しようと思ってるわけじゃないんですよ。じゃなくって、そのね、最初からね、関東、関西で就職しようっていうふうな九州エリアの学生っていうのは、最初から関東、関西エリアのね、明星、立法、中途、産官、同率とかいうふうなところで就職していきますから、そんなね、わざわざ学歴フィルターがかかっているような、そういうね、西南学院大学とか福岡大学とかにね、行きませんよ、それは。うん。そういうふうなところから行ってね。それで、やっぱりね、行くよりは、そういうのね、関東、関西の大学とかに就職、進学していくと思うんですよね。最初からその気があるんだったらば。はい。で、やっぱりね、就職とかにおいても、もうね、就職試験で学歴フィルター、学歴フィルターっていう人たちいるんだけども、まあ実際のところはね、学歴を伏せて、これで就職採用試験で用意どんどんやってみて、これでやっていくっていうようなところはありますから、ただし、それでやってみても、結果的にはやっぱりね、明星、立法、中とか、カンカン同日の学生たちの方が優秀ですから、ペーパーテスト一緒にやるとね、まあ、それでやっぱり西南福大の学生たちが落ちるっていうのがありますから、まあ、そういったのを学歴フィルターみたいな感じで言う人たちいるんだけど、明らかに実力です。
もう言っとくけれども、実力のあるかないかっていうところで、そこで落とされたりなんだりっていうのがあるから、あんまりね、学歴フィルターって言いたがるんだけども、そこら辺はね、関東、関西にね、いかにもこう、なんか、西南、福大の学生たちがね、受けたがってるみたいな感じでね、勘違いしてるようなところがあると思いますから、そうじゃなくって、西南、福大の学生たちっていうのは優秀ですから、関東、関西の企業が引き抜いていってるっていうのが現状です。だからもうね、九州エリアの企業としてはもうカンカンが起こってるんですよ。西南とか福大の学生をね、関東関西の企業が引き抜いていきやがってと、しかも卑怯なやり方で引き抜いていきやがってみたいな感じでね、就職活動は大学4年生からやろうがみたいな感じでね、怒り狂っているわけなんですけれども、まあ、そこら辺でストップをかけない大学側に問題がありますから、九州エリアの大学はこれからね、まあ、間もなくそのトランプ革命みたいなのが起きたりしてね、これでもガタンというようになったりすると、これに関して、76%しか、まあ、その、なんだろうな、九州エリア外の学生3.3%も就職してるから、実際には76じゃなくて、79.3%ぐらいかな。それくらいの大学生しか九州エリアの企業には就職できないですよ、っていうようなことですね。まあ、それをちょっと押さえておいてください。だからもう、まあ、そういう経営者たちとね、話をしている人たちであれば分かってると思いますけど、トランプとかね、シリコンバレーと大喧嘩やってたりするわけですよ。だからね、そういうのね、シリコンバレーをはじめとするその経済界とね、ガンガン喧嘩して、それでなんかね、もうこれからアメリカの経済とかね、過熱してるのも全部潰すというような感じでやっちゃうと思いますから、で、もうアメリカファーストってな感じでね、トランプ大統領とかやっていくっていうような形で、言ってますからね、大統領じゃないな、次期大統領。トランプ次期大統領とかになってくると、もうめちゃくちゃ日本の企業はやられると思います。ので、まあ、ほぼほぼね、リーマンショック状態になってくると思います。アメリカ初世界恐慌みたいな感じでね。まあ、アメリカ初世界恐慌がアメリカ初世界大恐慌みたいになってくると思いますから、今、就職できてる20代の人たちなんかもね、関東、関西のね、企業に就職できましたとかいう人たちもガチャッと全部首切られます。20代の人たち全部首切られますから。会社において立場の弱い人たちからどんどん首を切られていきます。もうこれからね、今はもうバブル、バブルで、もうとにかく雇えるだけ雇えみたいな感じでね、リーマンショックの前の時と同じような状況なんだけど、実際リーマンショックが起きてどうなったかっていうと、だんだん首を切っていきます。で、遠くの学生はもう雇わないっていうふうになります。だからね、こっちの筑後地区なんかね、久留米市がある筑後地区なんかの人たちが、福岡市内の企業に就職してたんだけど、全部首切られてるんですよ。というのも、こっちの筑後地区からね、わざわざ通勤費をね、交通費を払ってまでしてね、それでも人手不足だから福岡市内の企業に採用してくれみたいな感じでね、筑後地区からガン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 、福岡の方に行ってたんですけれども、もう福岡市内の企業とかもね、リーマンショックが起きて、で、リーマンショックが起きると何が起きるかっていうと、もう九州エリアに来ていた、その関東、関西の企業がね、全部撤退するんですよ。もう逃げちゃうわけ。で、関東、関西だけに守りに入るっていう感じになります。だから、もう九州エリアの就職はもうガチャガチャになるんですよ、これから。もうリーマンショックの時をよく覚えてある保護者の方々いっぱいいると思いますから、あの時をちゃんと思い出してください。それが今年の11月から始まります。で、今年の11月からいきなり始まるわけじゃないですよ。いきなり始まるわけじゃなくって、もう今年の11月ぐらいからトランプが大統領になってしまったりしたら、その後、こういろいろとね、始まっていきますので、まあ、1年後、2年後、3年後というふうになっていくと、なんだかなんだか日本でね、もう今の中学生、高校生とかが就職できないと、ね、そういうような形になっていくと思いますから、そこら辺は覚悟しておかないといけないです。で、中国とかにもね、やっぱトランプは手を突っ込んでいくと思いますから、今もう崩壊しそうでね、もう中国の学生たちがいっぱい自殺してるんですよ、今。すごい数の自殺でね、中国の学生たちが就職できない中でね、もういっぱい自殺しているような状況があったりして、もうとにかくね、そういうのは中国発の不況と、アメリカ発の不況とね、いろいろ起きます。まあ、トランプがね、これから大統領になると、アメリカのドルを紙くずにするとかいうようなことを言われてますな。いっぱい本とか出てますね。いっぱいアメリカ、トランプドルの恐怖とかなんとかね、そういうような本とかいろいろ出てると思いますけれども、まあ、いろいろ言われてます。もうトランプ革命みたいなのが間もなく起きるぞっていうことでね。で、中国とかもね、なんとか崩壊しないように、今のアメリカのバイデン政権とか、こう、ね、なんかうまくこうやろうとしてるんだけども、トランプさんはもう、バタッとやるって感じでね、もう大なたを振り落とすって感じでね、もう日本に対してもやるって感じでね。
もう徹底的に破壊を始めると思います。改革をするときには破壊がまずないとね。クラッシュ&ビルドですね。はい。一回クラッシュさせますから、もう日本もめちゃくちゃクラッシュあると思いますので、すべてそういうのは、幼い子たちに対してね、全部しわ寄せがいきます。若い子たちに全部しわ寄せがいきます。20代の社会人がこれからね、一気に解雇されていったりすると思います。はい。ということでね、関東、関西に今、どんどん引き抜かれていって、ね、すごいなんかね、西南副大がいかにもね、関東、関西に就職したがってるように見えるじゃないかっていうね、だから、関東、関西の学歴フィルターがどうたらこうたらみたいな感じで言うんだけど、もう最初からそういうんじゃないんですから、関東、関西の企業から引き抜かれていくから、仕方なく西南副大の学生たちは関東、関西に就職してるっちゅうだけで、別にもう学歴フィルターを超えてまでなんか就職してやろうみたいなね、そこまでの意気込みがあるとかいうふうな話じゃないので、あんまりね、そういうのね、関東、関西のそういうふうな、本気で就職したいとかいうふうに思ってる子たちは関東関西の、大学に進学してますから、もうそれは心配しなくていいんですよ。そういうことをいちいち言わなくていいの。ね、はい、これだけいっぱい関東関西の企業に就職してるんだからさ、そうですよ。すごい、もうか、それはね、関東関西の企業が、お願いしますとか言って土下座しながら、西南副大の学生たち、あなたたちは優秀ですから来てくださいとかいう感じでね、九州エリアの中小企業とかに就職しないでくださいみたいな感じで言ってるから仕方なく、あ、それはもう関東関西の大企業とかね、就職した方がいいやみたいになっちゃってるだけの話です。はい、よろしいですか。ということで、まあ、普段からね、企業たちから、企業経営者たちとずっと情報交換やってると、そういうような話は入ってくると思います。で、これが入ってこないと、表面だけのトレンドだけで、ね、なんか、西南副大の学生で、関東、関西の就職が多いじゃないかみたいな感じでね、思うかもしれませんけど、全然、それは。多いけれども、中身は、西南副大の学生たちが関東、関西に行きたいと思ってるわけじゃないです。引き抜かれてるだけです。で、フラフラしてるんですよ、そういう子たちは。割とね、フラフラしてどうしようかなっていうふうに思ってるような子たちだったりするんで、そういう子たちはね、引き抜かれてるだけです。もうこれでカンカンに怒ってますよ、九州エリアの企業は。今まで西南副大の学生たちっていうのは、九州エリアに就職してたのにっていう感じで、ね。で、私はとにかく、こういう間もなく起きる時代の変化にね、それに対応するっていうような感じで、先の先の先の方まで見てね、そういう話をしているわけです。はい。もう表面的な、ここ10年ぐらいのトレンドだけを見てね、どうたらこうたらっていうようなことを言ってたら危ないですよっていうことですね。これから先起きる大不況、ね、それに向けてどうするのっていうようなことでね、トレンドを追っかけていったら危ないよっていうようなことを言っておきたいと思います。はい、ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号がありますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上です。